要はランキングよりもライバルとの兼ね合いね。1日何個売れるか分かっても、自分1人の市場か何人かで分け合うかも、そこまで考えないと、意味がないんでね、ランキングを考えるときには。だからそういうのを考えてると難しくなっちゃうんで、ついてたら買えって、とりあえず1個なんだからって、ね、そういう意味です。ランキングは高い低いじゃなくて、ライバルが何人いるかも合わせて考えないと意味ないです。だから今の段階だとね、ランキングついてて値幅が3倍あればとりあえず買うと。でそのうちおそらくやっぱりね、見つけやすい見つけにくいっていうジャンルが分かってくると思うんで、稲光さんにですね、稲光さんが何に興味を持てるかとかね、行く店が何を持ち込む人が多いかとか、そういうので決まってくるんで、売れたのに注力してればね、ランキングはおのずと、分かってきます。でその実際売れたのをもとに感覚でランキング分かる前にルール決めしちゃうと、仕入れがすごい幅が狭まって、競争の激しいもんばっか買ってね、本当に美味しいとこは見過ごすっていう、そういう悲惨な状態になりかねないんで、多分、何かのツールか誰かのノウハウか分かんないですけど、ランキングを気にしてってやり方してる人は、デイブレードとかね、もうこの分野でいくらやってもきついんじゃないのっていうのに突進してってる傾向がありますね。月に400個売ってね、利益1万いかないとかね。それをそこまでひどいんで、わざわざ苦労して輸出する意味ないと思うんですけど、そういうことになっちゃいますんで、ランキングは気にするのは、そういう気にするならもう全部気にしてください、ライバルの数も含めてね。で実際そんなの面倒くさいに私は気にしない方がおすすめです。喋りながらやったんで分かんなくなっちゃいましたけど、最安値が FBA が15.55だったんで合わせます。仕入れね、210円。